もう悪くないのに本当にひどい。僕は画面の中に入れないから小鳩くん頼りなんだ。ゆっくりゆっくりやこいま悔しいんだ。めちゃくちゃズボラだな。確かに。え、人食べた？はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは正直シリーズ第2話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました正直シリーズですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、毎週日曜夜10時頃に、投稿しようかなと思ってる正直シリーズなんですけど、今回は点すらがないので、午前中および午後正午前後に上がってると思うわけなんですけれども、さあさあさあ、前回もう正直な二人のこの謎解きも含めて関係性も超エモいみたいな、もうちょっとね幼いさんが可愛すぎてマジで大人でよかったなって思ってる。うん、絶対高校生の頃にこの作品に出会っていたら僕は幼いさんガチ恋勢になっていたので本当に狂っていたと思うので良かったですと思いながらも、まあ前回ねこの二人の関係性とてもエモでいいわねっていう風に思っていたらチャリパクられました。しかもタルト、限定のタルトを破壊したあの輩は僕は許さん。チャリを盗むやつはねもうすべからく痛い目見るべきだと思ってるので、さあさあさあ、今回どんな展開が待ってるのかいろいろ注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、カード。さあ、オープニング。綺麗。この二人乗りいいよね。いちごタルト事件。まあ、なかなか治安してるっぽいので。いやん、ちょっと、甘いもの好きな幼いさんに。ん？これ何？改めてこう見るわけだけど、皆さん、このさ、やっぱり狼というか犬というか何かしらのねえ意図はあるのかな。狼なんか二人をつなぐ何かではあるのかな？狼の話だったり何だったり。なあかーん。まあ二人を、なんか、何？暗喩的なものではあるんだろうな。さて、美味しいココアの作り方。なんか不良がカッポしてるんだよね。カッポカッポ。おう。お？また違う。あの後じゃない？別日？変装？お？うん、あ、そう、結構経ったんだ。うん。はい？何？あ、チャリ？なんかやってた。チャリ落ちてたんでしょう。あ、もう。ああ、うわ、僕もそうだった。もう。やばい、ちょ。うん、アパート。うん。え、闇バイト叩き？マジ？え？え、それに使う？もう、え、か、もう、ひどい。な、は、な、なんて、くそ。やばい。大変だね。
何も悪くないのに本当にひどい。一緒に行ってあげよう。うん、いいね、一緒に行ってあげてよ。僕は画面の中に入れないから小鳩くん頼りなんだ。暇だろう、散歩中。家に招いてやる。誰だ、来い。うん、ん、誰。あ、ケンゴか。問題ない。なんで誘うんだろう、二人。あら、変装解除。可愛らしい服だなって思ったら、そっちが幼いさんの何本域モードなのね。なんだろう、なんで呼び出された。うん、はいはいはい、なるほど、美味しいココアの作り方。ココア入れてくれるの優しいね。ゆっくりゆっくり運びます。そろりそろり。溶けてる。あ、そうなの？甘くないのかな？どうなんだろう？へえ。はいはいはい。あー。濃いの作る。ああ。すごいな、作画。映画みたい。なんか、ルーを溶かすときみたいだね。バターで溶いてみたいな。何か用があるんだよね。まあ話しやすくしてくれたっぽいね。うん。言うね、結構。皮肉がすごいな。お？あ、そうなの？あ、そうだったんだ。そういう人じゃないの？あ、そうなんだ。
皮肉屋になってるって言いたいのかな。まあ言っちゃうと、はあ、へえ、そんな言うんだ。大人になったって言うべきなのかな。そんな強情っぱりみたいな。もやもやするんだな。お？お？何？相談？ひさとさん。あら、お姉ちゃん？お？うん、お？挑戦。うん。うん、ココアの。うん。そうね。濡れてない。うん。チンすりゃいいんじゃない？許せん。あ。ど。うん。悔しいんだ。はい、はい、はい。でも、レンチンでもなさそうだな。剣吾のだけ、剣吾の器でレンチンしたんじゃないの？へぇー。オーブンレンジ。あら、ははは。うん。考えるけど、普通ならね。うん。うん。ん？マグカップに直で。剣吾のだけあんまり溶けてなかったよね。ここはどうなんだろう、よくわかんないけど。うん、うん、うん。わかった？うん。ケンゴのだけそれで入れてないんじゃないの？うん。うん。六つ。四つでいいんじゃない？うん。あ、でも
そう考えたら二人にだけ美味しいの作った。うん。でも四つ目がない？うん。ああ。ああ、なるほど。あ、そうか、そうか、そうか。違う。一旦外出たんだ。ああ、やっぱりそうだね。ないの？あ、2杯に入れてっていうこと？ああ、よっこいしょよっこいしょするの？すごい。すごい頑張り屋さんだな、健吾。一杯ずつ作るっていう流れだったり、分けたりか。場をつなぐ。あ、そうだったんだ。ていうか なるほど。あ、それ？ヒント？ココアの原液。気づかないはずがない。水に濡れない？あ、その中に？熱くならない。それ、冷蔵庫の中がホットになってしまいそうだけど大丈夫かな？健吾が怒られないか不安になる。
うん。牛乳パック。なるほどね。確かに。めちゃくちゃズボラだな。確かに。言われてみたら。すっごい口汚れてるけど。え、人食べた？かわいすぎる。なんかわいすぎるんだけど。どうしたの？ジョーカーみたいになってる。ちょっと、うん。ズボラが過ぎないか、その口の汚れ方は。お。美味しいココアの作り方書いてあったっていうことね。うん、ほっこりしたな。うん、すごいね。そこには至らなかったな。あ、だから4つだった。あ、そうやって汚れてたっていうのもあるのかな。あー、でもなんか成人小鳩くんみたいなイメージは違うっぽいな。お？ねえ。うん。ああ、はい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 、知恵働き。頭の良さを、うーん。二人の間でしかわからないことがありそうです。でもなんか頭の良さをひけらかすような子だったってことなのかな。ああ。いいな。なんか、いやでもさ、評価のさ、ねえ、評価の作者さんらしいな。なんか、簡単にたどり着く結論の一個上にいるっていうさ、いやー、気づかんかったな。そうか、牛乳か。ただ、ちょっと怒られるよ、ケンゴくん。あれ相当熱くなるよ、冷蔵庫の中。結構やられる。後ろの麦茶とかもう熱々だと思う。うん。ズボラがすぎる。ちょっとズボラがすぎるぞ。うん。でも、ケンゴ可愛かった。ジョーカーみたいになってたし。スーサイドスクワット出ない？あー、でもなんか言われた感じだと、まあ、チャリの事件はまあまだって感じなんだろうね。後々解決しそう。知恵働きはやめた。でもなんか小鳩さんじゃねえわ。幼いさんと一緒にいたいから、なんか小鳩くんは、あのね、おとなしい小市民のふりをしているって感じがあるね。本当に小市民なのは、幼いさんっぽいわ。どうなんだろう。ちょっとイメージがガラッと変わったよね、今回で。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いいですね、いいですね。めちゃくちゃいいなっていう風に思います、見てて。いやー、でもこれはどうなんだろうね。小鳩くん、すごいちょっと謎が増えたね。うん、結構やっぱり知恵をひけらかすような子供、わからないものをなんか相手が知ってるのが嫌だって思うタイプの男の子だった。でも、中学1年から3年の間で変わった。まあ間違いなく大人になったっていうのはでかいとは思うんだけど、それが変わるきっかけっていうのが間違いなく幼いさんではあるんだよね。うん。幼いさんと一緒にいたいからっていう流れだとは思うんだけど、ただ幼いさん自体もなんか別にみたいな感じ。でも、
まあ止めはしないけど、やっぱりね、小鳩くんにはおとなしくいてほしいっていうところでもあるだろうけど、やっぱり知恵をひけらかすようなのはなんかやっぱり幼いさんのそばにいれないからやりたくないだろうしみたいなところがあるのかな。ね、幼いさん自体は小鳩くんが知恵働きをするっていうことに対してまああんまりいい印象を抱いてないのかなっていうのはまあ一話の段階ではあったけど、今回を見る限りだとなんかこういうケースにおいてはあんまりっていう感じなのかな。まあなんか利用されてるっていうより考えてみようよみたいな感じでみんなでやってたからあれなんだけど、ああ謎は深まるばかりですね。ああいやでもなんか本当に健吾がズボラすぎて可愛いんだけど、どうしたらいい？うん、ああでもやっぱり本当にやっぱりもっとしっかり考えないとなって改めて思うな。やっぱりこういうちょっとした謎解きみたいなもの、やっぱり僕も簡単な決着で落ち着いちゃいがちではあるんだよね。それこそさ、評価の時もそうだったじゃないですか。あの映画の時にどういうオチをつけるかみたいな、映画制作の時にどういうオチをつけるか、じゃあもうカメラマンが犯人でもうそれで終わりっしょみたいな感じだったけど、実はちょっと違ってさらに先があったよみたいな、うん、なんか考えさせられるんだよねこの作者さんの作品って。うん、簡単な結論で終わっちゃいけないなっていうのをね、結構日に日に実感させられる。うん、こうなんじゃない、こうなんじゃないと思いつつも、でもやっぱり違うんだよねみたいな。うん、なかなかにね、やっぱり思考の凝り固まりのさらにその先っていうところがね、めちゃくちゃいいなっていう風に思う。うん、いやでも牛乳パックごとレンチはちょっと思いつかないな。牛乳パックってレンチしていいの？そもそも燃えない？大丈夫なのかな？そこら辺すごい不安なんだけど、あの後ろの麦茶があとホットホットになってしまったんですけど大丈夫ですか？うん、僕ちっちゃい頃熱いままなんだっけ、熱いまま冷蔵庫に何かを突っ込んで、なんだか忘れたんだけど、熱いまま冷蔵庫に鍋かなんかを突っ込んで、冷蔵庫ダメにするっていうとんでもない事件を起こしたことがあるので、皆さんは気をつけようね。熱いものを冷蔵庫に突っ込んだらダメになるものが出てくるよっていうところ、うん、いろいろと気をつけてくださいねっていうところであるわけなんですけど、でもそのズボラっぷりが可愛いなっていうところではありますけれども、まあ自転車の件についてもね、まあ進展はあったっちゃあったけど結構時間経っちゃってるけど、でもさ、ひどくない？もう絶対許せないんだけど、もう絶対タイム見てほしいんだけど、僕本当に許せない。さあチャリ盗むやつってなんで変なとこしてんの？元あった場所返せよマジで。本当にふざけんな、マジで許せない。本当にね、この世で一番憎むべき犯罪は殺人よりも強盗よりも放火よりも自転車でバイト先に通いながら電車賃をもらうよりも自転車を盗むやつだからな、マジで。本当に許せない、もうマジで嫌い、本当に嫌い、もう、ね、怒っちゃうぞっていう感じになってしまう。うん、だからこれから自転車事件が出てしまったら、ちょっと僕もね、やっぱりちょっとどうにかなっちゃうぞっていう感じになっちゃうかもしれないんですけど、あー、いや、まあでもなんかかわいそうだな本当に。で、なんかさ、なんで盗まれたんだって怒られるって意味わかんない。なんだ教師 PTA みたいな感じになっちゃうよ僕。 PTA プルプル、あ、コール PTA しちゃうよ本当に。いいの？本当にマジ怒るぞ本当に。いやでもうんっていう感じです。本当になんかまだこれが伏線として敷かれてるのかどうなのかっていうのがまだわからないところではあるんだよね。でも間違いなくそういう闇バイト的な叩き的な行為を行っている人間はいるっていうところではあるよね。うん、まあでも見られるような人間だからそのうち捕まるだろう。人のチャリパクってバレるような人間だからそのうち捕まると思いますけどね。あ、足はついているぜベベっていうところではある。あーにしてもだなー、マジで。でも教師も教師だなー。でもやっぱり小市民のこの弊害ではあるんだろうね。なんかやっぱりなったら、まあやり玉にあげられたら弱いっていうのはね、小市民としてまあ弊害なところではあるわけですよ。うん、何か強く主張できるわけでもないっていうところではあるから、まあでもとりあえず実習を見ていきましょうか。はい、まあ自転車事件が多分このいちごタルト事件っていうこの大きな表題の中だと思うので、さあさあさあ次回はどんなものが待っているのか。まあちょっとずついろんなキャラクターが見えてくるし、小鳩くんの過去とかも明らかになっていくといいですね。幼いさんと出会ってどう変わったのかとかもいろいろと注目していきたいところでありますので、次回も楽しんでやっていきましょう。以上、小市民シリーズ第2話でした。バイバイ。